我々にとって科学の力は大いなる繁栄をもたらし、多くの恩恵を与えてくれる。しかし同時に科学の暴走は地球環境の破壊や災害を引き起こし、人類全体を滅ぼすほどの力を秘めている。今回のレポートでもご覧いただいたように、ニューコムが掲げている科学者の夢は、ナノテクノロジーや宇宙開発、マイクロ波発電などという具体的な脅威となって人類全体を巻き込もうとしている。私たちグローバルウェイは何も新しい技術の全てを否定しているわけではありません。その証拠に私は車にも乗るし、スフィアのアカウントも取得しています。しかしニューコムの科学者たちは、自分たちの夢を実現するためには手段を選ばない。ニューコムの科学者たちはゼネラルリソースで異端児集団と言われていたことからも分かるように、十分な実験期間も取らずに大規模な範囲で新しい技術を実用化しようとしている。その危険性に対して情報公開を求めて活動しているのです。そうです、私たちは何にでも反対することを生きがいにするような団体ではありません。それだけは分かってほしいと思っています。よう、新ユリ、確かにお前の腕はゼネラルでも中の下ぐらいであることは認めてやる。だがな、ビジョンにちょっとばかし気に入られているからってでかい顔はするな。お前とヤツではレベルが全く違う。俺にはまだヤツがどういうつもりでお前を直属の部下にしたのか理解できんのだ。お前が来る前でも俺とヤツで十分だったんだ。まあそれは俺の気分だからお前が気にすることではないがな。お前がヘマをすればディジョンが責任をかぶるってことを忘れるなよ。じゃあ。もうキースからのメールは見ただろう。ヤツのことは気にしなくていい。ヤツと私はこれまでずっと二人でチームを組んできた間柄だ。まあいい腕を持っているし、ゼネラルでは屈指の実戦経験者ではある。ただその分思い込みの激しいやつで、今回の君をこちらに入れた件ではちょっとあった。気分屋のところもあるが、戦場ではやつほどの度胸があるパイロットはいない。やつと飛ぶのは君にとっていい経験になるだろう。それではまた上空で会うのを楽しみにしている。今回の作戦は海上移動都市メガフロートの制圧である。海上都市の停滞を取ってはいるが、実質上はニューコム艦隊の作戦基地となっている。この基地が我々の脅威となる前に先制攻撃をかける。直ちに出撃し、メガフロート制御中枢施設を破壊せよ。Engage. Bullseye.
前にフロートを叩け。Thank you.
制御中枢施設の破壊によってメガフロートの進行を抑えることができた。どうやらゼネラル製のコフィンにも慣れてきたようだな。我々のエアロコフィンのフォルムはニューコムタイプと比較すれば全時代的だが、その分安定した飛行ができるのが分かっただろう。ところでここからは個人的な要件だ。実は今回の作戦でメガフロートから脱出した高速艇の残骸から興味深い情報をつかんだ。それはかつてニューコム誕生以前に我々が様々な実験を行っていた頃のもので、いわば失われた過去のようなものだ。だがどうやらこの遺産には我々の未来が隠されていると思える節がある。もう少し調べてみるが、いざとなれば私は独断での行動も考えている。その時が来たら君にも協力してもらいたい。また連絡する。本日はユーピオを代表してガブリエル・ W ・クラークソン氏をゲストにお迎えし、番組内容を一部変更して放送しております。では引き続きクラークソンさんにお聞きしたいのですが、こちらで掴んだ情報によりますと、ユーピオでは先日のフェイスパーク紛争以降のゼネラルリソース、ニューコムの両者に対話の場を模索しているそうですが。ええ、公式非公式に関わらず一刻も早い両者の関係改善を願うのはユーピオとして当然のことではないでしょうか。しかし具体的な提示がユーピオ側からなされる前に戦闘が行われたことは、両者の停戦協定が単なる机上の空論に過ぎなかったことを証明しているように思うのですが。それぞれの社内で一部防衛部隊の暴走がありますが、大きな会社レベルでの対話による関係改善は常に続けられています。国家レベルでの政治が意味をなさない現在において、ゼネラルリソースとニューコムが全面的に戦っていれば、経済も含めとっくに大恐慌になっているでしょう。まだはっきりしたことを言える段階ではないので、明言は控えさせてもらいますが、ごく近い将来に両者のトップが同じテーブルにつく可能性のあることだけはお約束しましょう。なるほど。今後もユーピオの尽力に期待しています。今日は本当にありがとうございました。最初に断っておく。このメールは我が社のデフォルトではない暗号で圧縮して送っている。というのは、メガフロートの一件で私が手に入れた情報について詳しい検索結果が出たのだ。それによると、以前ゼネラル側が極秘のうちにユーピオに譲渡していた特殊兵器の存在が確認された。その兵器の存在は忌まわしい過去のようなものらしいのだが、現在の我々、いや私にとって来るべき未来世界を築くために有益な力である可能性を感じる。もちろんこの事実の発覚はゼネラルの上層部にとっては触れられたくない過去だ。しかし連中にとっての過去が我々の未来になるのなら、私は手に入れたい。そう、あえて私は今回ゼネラルの公式任務とは離れた行動に出ようと思っている。そこで君の腕を見込んで参加してもらいたい。もちろん本社には君に与えるステルス機の訓練飛行ということでフライトプランは申請してあるので安心してくれ。では上空で待っている。